新でございます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。楽しい時期ね、まあ、学生さんだったら夏休みなのかな。今ちょうど夏休み真っ只中でこう撮影してるんですけどもね、夏休みだけどなかなか出歩けないですよね、関東だってめっちゃ増えてますしね、コロナね。まあでもね、あのなんとかね、楽しい時期、そしてね、何か切羽詰まったりとかいろいろありますけどもね、少しでもなんかこう笑顔にね、なってこう過ごせるようなね、工夫ができたらいいんじゃないかなと思いますよね。本当にね、体調だけ気をつけてください。今日のテーマですけども、これね、私自身もね、何度もありますけども、夢を諦める前にってやつなんですね。これはですね、スポーツ青春いっぱいありますけども、今年オリンピックもありましたしね、この夢ってやつですよね。じゃあ夢って何なんていうとですね、私自身は父の母の両方の、まあ、長男坊で生まれましてね、父方のじいちゃんのいつもね、あの正月の書き初めでこう夢ってね書く人だったんですよ、一文字ね。そのたんびにあの推しにいいかと、まあほんとね、物心ついたりかするって言われてるんですけどね。何かっていうとね、夢は見るもんじゃないと、夢は叶えられるんだよってことをうちのじいちゃんはよく言ってくれてたんですよね。で、私が体が弱かったもんですから、特にそのね、いじめられたりとか居場所がなかったりとかっていう時によくじいちゃんがよく言ってくれてました。おじいちゃんが言うには、まあ夢を見る暇もなかったと。自分は戦争があって、そして日本という国を立て直すためにっていうところで、その自分よりも国だったり自分の親だったり兄弟を守るために、こう自分が夢を見る暇なんてなかったんだよねって話をよくしてくれてました。で、ちっちゃい頃の私っていうのはそのことも全然分からずにいましてね。でも、まあ、だんだん大きくなってきてね、あの推しんストーリーでもこうお話しさせていただいていますけども、まあ、夢が追えなくなった時期もあるんですよね。それはまあ実際母を助ける、家族を助けるっていうところで、今回もオリンピックでね、バレーボールやってましたけども、本当今でもユニフォーム見たり、ああいうコート立ってる選手を見ると本当になんか熱くなるというか、あるわけですね。やっぱりでもね、その後にもたくさんこう夢はできました。仲間の夢だったりとか、自分自身夢だったりとかね、叶えたいこともいっぱいできました。でもそういう夢の中でもね、こう夢を諦めざるを得ない境地、窮地っていうかな、こう立たされるってことってありませんか。ありますよね。で、私自身のその夢を諦めるっていうのは、やっぱりその21歳の時だったんですよね。やっぱりそのどうにもならないことが起きて、で実際に自分自身が天秤にかけた時、まあどう考えても、まあここで諦めなきゃいけないんだなというような、その苦渋の決断みたいなやつですよね。だけれども夢は次が次へと出てくるのかな、これを諦めたら次自分はどうなるのかな。特に私、高校野球が実は大好きでしてね、あの去年の甲子園行けなかった子たちの、私あの夏場になるとね、こうネット甲子園が大好きなんですよ。大ファンでね、今でも本当にこう欠かさず見てるんですけども、コロナになって全国大会に決まった選手たち、49都道府県ですよね。そういった選手たちがもう行き場のない苦しさとか、そういったことをこう拝見した時にですよ、まあ17歳18歳ですよね、16歳16、17歳18歳の多感な時期に、中学生でもね、やっぱりそういった時期も当然あるとあったと思いますよね。やっぱ他にもいろんなスポーツ一生懸命やってた方、他にも習い事で、例えば音楽なんでもいいですけども、そういう、こう発表、自分をこう評価されるべき場を用意されていた方たちが、誰も彼もがそういったことができなくなったっていうのを見た時に、こう表現ができないって人間ってこんなにも苦しいんだなということに改めて気づかされたんですよね。その夢に向かっていて、それがこう負けたりとか勝敗だったり結果っていうものが出ると、夢っていうのは案外次にこう見出せたりとかするきっかけを与えられるけども、そのね、表現ができない時に夢を諦めざるを得なくなるっていう時っていうのは、次の夢を見つけるのって
当にちょっと大変だろうなという苦しいだろうなということがなんか彼らを見ていてすごく感じたことだったんですよね。ってことはそういった立場じゃない人が、まあ、人間の中でこの夢っていうワードですよねをこう何か仕事でも愛でも何でもいいけどもその愛ね、こう夢っていうものをこう描けたりも持てていること持てていること自体がすごくこう幸せなことなんだなということになんかね改めてこう感じざるを得なかったわけですよね。ってことはそれに対してこう自分自身がその夢を諦める前にっていうことなんですけども夢を見つけようって言ってもなかなか見つからないしただ人生の中では本当お前惜しいお前なめんなよって言われるかもしれませんけども人との関わりの中で夢っていっぱい出てくると思うし自分自身が欲しいなとやっぱりね思わなければ現れないと思うんですよ。ですから自分自身の中で夢がなくなったとしても叶えられなかったとしても必ず次にまた新しい自分がねこう叶えたいようなことが出てくるんだとそして見つけるんだというね自分に夢がないと無力になったり情けなくなったり何かこう自分の中で足りない人間になったような気がしてしまう時もあるかもしれませんけどもでも私はこのチャンネルねご覧になっているあなた様がもしこういうふうに思っている方がもしいらっしゃったら決してそんなことはないんだというふうに言いたいんです。お伝えしたいんです。どうしてもなんですね。なんでかっていうと絶対にあなたがやってきたことは無駄じゃないからっていうことなんですよね。私はあなたのこと知らないけども私はでも少なからずこのご縁があってこのチャンネルをご覧いただいててこのトークのねこの回をご覧になっていただいているということは縁があると思ってるんですね。ですから実際にそのあなた様が自分を責めることもないし責めてほしくないそして必ず私自身も切羽詰まったり苦しくなったりっていう中でこういうチャンネルの中で実はいっぱい話してる時期っていっぱいあるんです。今もすごく悩んだり考えたりしている中でもこのチャンネルをこう撮らせていただいてるんですね。じゃあなんでかっていうとなんかこう自分の存在意義だったりとか自分自身がなんか生かされてたり何かお役に立つことによって何か自分自身がまた力いただいているんですね。そういったあなた様にもご覧いただいて嬉しいのとそしてあなた様も私の言葉の中からも何かこう勇気だとか何か得て感じていただけることがあったらなと思ってこれやってるんですよ。ですからそんなねあなた様に対して私は本当に次のものが必ず見つかると思ってますしそしてこういったね私のこのチャンネルっていうのは基本的にはその生きていく上で必要なことだったり大事なことだったり当たり前のことを当たり前に一生懸命話をしている中の原点っていうところをまた気づこうとしてくださっているあなた様なので必ずね次の道が必ず見つかると私は信じてます。で私自身も自分自身にも言ってます。ですからねそういった時ほどね何か一人で悩まないで一緒にこう何か歩めることとか一緒に考えることだったり見つめ直すことをね何かこうこのチャンネルの中でお役に立てればなと思っておりますんでぜひともね一人で悩まずにねいてくださればなと思っております。今日はこれにて終わりにしますけどもまたねぜひともチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。そしてね末永くまたねやらせていただきたいと思ってますんでぜひともよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。このチャンネルでは、人生を好転させられるようなことそしてうつ病、借金、家庭崩壊を乗り越えてきました経験者の私の目線で、お話をさせていただいております。またですね SNS 等もやっておりますので概要欄からぜひチェックの方をしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。